こんにちは、フィフィです。中国株の暴落が止まらなくて、中国政府が株式市場に介入するそうです。中国証券監督管理委員会が9月1日、株式のプログラム取引への監視を強化すると発表しました。これ、要するに中国政府が株式市場を自分たちの管理下に置いたということです。 今中国株の売りの勢いが止まらないんですがそれを食い止めようと中国政府は様々な対策をしていますでもどれも効果がなくて株式市場が低迷しているんですでもこんな中国政府が株式市場を管理下に置くような取引を導入すれば逆効果なんですさらに投資家離れが加速するでしょうもうこれも 中国証券監督管理委員会は、 中国株式市場で取引が活性化するだろうなんてことを言っているんです。まあ中国の悪いところはダメなところを認めないことなんです。で、臭いものには蓋ーというような対策しか取らないんです。だから根本的な問題がいつまでも修正されないから問題が解決されないどころか状況がもっと悪くなっていくんです。 今回、中国証券監督管理委員会の指導で、上海、深圳、北京の各証券取引所が管理規制を導入しました。新たな規制は、証券会社にプログラム取引の管理強化を義務づけることです。 取引所は異常な取引行動の監視を強化して規制当局も高い頻度での取引の監視を強化するそうですでこの異常な取引というのは激しい売りのことですつまり中国株を売り越さないように規制をするということなんですね中国政府はこうした措置によって株式市場が健全になるなんてことを言っていますが 株式市場を政府が管理すること自体が異常で健全でも何でもありませんえ。先月の中頃には中国当局が一部の投資基金に対して株式を売り越さないよう求めていました。中国本土の株式相場の値下がりが激しかったからです。ただこうした方法で株価の相場のコントロールをしようとしたところでその効果はほとんど期待できません。 中国当局は去年9月にも同じことを指導しているんですねその時もずっと株価は下がり続けていましたまたこれと同じタイミングで中国証券監督管理委員会は中国の株式市場から投資家離れを食い止めるために株の取引コストを引き下げました、まあ、手数料引き下げたってことですねあと取引時間の延長計画の検討もしているそうです また中国の大企業に自社株買いをするように指示を出していました。まあ、まず政府が企業に対して自社株買いを求めることがありえません。これも異常なんです。中国政府が株式市場の手こ入れのために動き出したことで今後多くの企業で資金調達計画の見通しが不透明になって景気がさらに悪くなるだろうという見方がされています。 あと中国政府が株式市場の規制を強化することで IPO つまり新規株式公開の審査が厳しくなって登録手続きにも時間がかかってくるそうです実際取引所のデータによると上海と深センの取引所では650社以上が上場待ちの状態です これは株式を公開しても多くの企業が目標を達成できない可能性があるから、もうわざと中国政府が IPO を抑えているんです。つまり今回中国政府が導入した取引プログラムは、こんなのは株式公開を手こずらせるだけの政策なんです。しかも中国政府は 今年の初めまでは政府の株式市場への介入を排除してアメリカ式の IPO 制度を導入しようと IPO 改革を進めようとしていました。今の動きは完全にそれと逆行しています。株価を押し上げるために IPO を政府が管理するなんて古いやり方なんです。中国の IPO システムがめちゃくちゃだと示されました。 銀行関係者は IPO を予定していた多くの企業が計画を断念すると思うと話しています。もただでさえ中国経済がとんでもなく悪化している中で IPO を目指す企業の監視強化されて中国企業は株式による資金調達の選択肢をほとんど失ってしまいます。中国の金融システムに詳しい専門家はこうした措置は 中国経済の問題の解決に何の役にも立たないと厳しい見方をしています。実際に中国の個人投資家はどんどん中国から海外へ投資を移行しています。アナリストによると中国の投資家たちはもう香港株にすら見切りをつけてアメリカや日本、さらには新興国であるベトナムやインドなどに投資する流れだそうです。 中国売りはこうした流れの中で加速しているんです。中国の株式市場の低迷、そして地政学的リスク、人民元の下落など背景にこの先も中国経済は悪くなっていくでしょう。だいたい中国はいつ台湾に軍事侵攻するかもしれないという地政学的リスクが大きいです。そこに来て 政府が株式市場の規制強化をしてコントロールしようと言うんですから、もう投資家は警戒しますよね。アメリカの投資家たちの中国株離れもすごいです。今、中国関連株を売る動きが目立っています。しかも、有料株まで売られているんです。アメリカのサイオンアセットマネジメントは、 アメリカの株式市場で中国のネット通販大手のアリババと同じ規模の会社である JD.com の証券をすべて売却しました。また世界最大級のアメリカのヘッジファンドであるブリッジウォーター・アソシエイツも同じく中国株を大量に手放しました。そして香港メディアはブリッジウォーターがアメリカに上場している中国企業13社の株式を売却したと報じています。 もう保有していた中国株の約3分の1を処分したそうです。で今逆に日本株に投資する動きがあるんです。え著名な投資家で知られるウォーレンバフェット氏の会社も日本の大手商社を中心に日本株を買いまくっていました。え中国の景気に対する警戒感も強まるばかりです。え投資家たちは今後もより安定したえ投資先に流れていくでしょう。 今年2月には中国の投資銀行チャイナルネサンスホールディングスの会長で CEO でもあるバオファン氏が中国当局によって拘束されました。彼は今も拘束されたままなんですが中国政府は不正があったとかいろいろ取り調べの理由をつけていますが違うんです。彼が拘束された本当の理由は 中国経済の今後と株式市場に関してネガティブな発言を以前していたからなんです。バオファン氏は前に中国の新興企業は今後資金調達する環境が厳しくなると発言していたんですね。まさに今の中国の株式市場の状態を暗示するような発言をしていたわけです。 まあこうして正確に現状を分析して助言する人間も習近平体制では排除される対象になるわけです。それは中国がさまざまな問題解決に進んでいくわけがありません。アメリカのモルガン・スタンレーは中国と香港の主要株価指数について期待値をこの3ヶ月で2度も引き下げています。 ウォール街も中国経済に対する冷めた見方というか警戒感を強めています。モルガン・スタンレーは最近、来年にかけての中国の経済成長の予測も引き下げていました。不動産債務の問題や地方政府の借金、そして中国がデフレに突入したこと、あとは中国政府の景気刺激策が遅れているどころか、中国の規制がどんどん強化されていること、 もう今の中国はリスクだらけで良いところがありません。中国政府は悪い経済指標は徹底的に隠蔽する動きにも入っていますが、こうした中国政府の動きからも中国の経済が今とんでもなく悪化していることが世界各国にもうバレています。さて、ここまでお話ししてきましたが、皆さんはどう感じになりましたか コメント欄にどんどんご意見をお寄せください。そして、フィーフィーチャンネルの登録もお願いします。